これ全員集合ですよ。はい、大人気実況者日吉達也さんのお言葉をお返しします全員集合の第4曲が始まります。高宮さんがめちゃくちゃいい、うん、すごくいい、ドラ赤赤のめちゃくちゃいい形、高宮もいいシャンテンですね。関数ピン数チーピンです。水原さんは唯一の救いはもうその下が競ってるっていうことと、脳天って捨ててもトップだっていうことですね。そうですね、うん、はい、高宮とは4100点差があります、はい、流局は自分の手を流局した場合は、流局脳天でゲームを終わらせてトップを確保することができる、なおかつ2番手高宮と4000点以上離れてるっていうことは補充さえしなければ最悪2着ですよね。そうですね、なんでいつもよりかなり守備意識は高めにいくとは思うんですけど、はい、ただ結構手がいいんで、うん、自力で行くかどうか。トーン出た、はい、誰かに積もられても、はい、親かぶりで3着という可能性はなさそうです。水原です。その水原がトーンをポンしませんでしたね、はい、次移る水原さんの手かなり形はいいんですよ。はい、これです。なんでこのトーン泣かないっていうのはやっぱりそういうあの、まあ、守備意識と流局を見据えてますよね。はい、流局脳天でトップで追われる水原、やっぱりこの状況4着には落ちたく、ウーピンか、スーピンか、スーピンか、スーピンか、うーん、9ピン残すならマンズ切りですか。いや難しいですね、これ9ピン打つのが一番、自分の手だけ見るのは9ピンですけどね、はい、これ1000点だと高宮にも追いつかないんですよね。勝又選手はリーチをするとまだ堀選手の下にはいかないですけれど、リーチしますか。いや、しますね、あの、うん、面前転廃を、はい、うんうん、まあ、リーチのみだとちょっとしたくないですけど、トップまでは5700点差、はい、1200で OK なんで、はい、リーチいつもタイヤをで十分です。狙いたいですね。さあ高宮爆弾イーシャンテンはまだ仕上がりません。あー、間に合ってよかったな、スーピン間に合ってよかったその前に高宮がサブローマン引いてれば、これが水原を4着に突き落とすところでした、うん、まあ、勝又さんもね、やっぱり先手の勝又のサブローマンも同じですよね、はい、そうですね、怖スーピンポンの先手のテンパイは取れないと、やっぱり勝又さんも、はい、はい、そうですね、スーピンは見送りました。すべては高宮にいつテンパイが入るかにかかっていそうです。しかし堀さん苦しすぎません、これまだこの形。堀としてはもし流局してしまったら、せめてテンパイ取って高宮までひっくり返したいですよね、はい、さあ勝又さん、これは嘘、スチソ2枚切れ、マンズの伸びも期待するか。勝又さん、あのウッパーピンスーピンの部分が多分相当自信ないと思うんですよ。スーピン1枚消えてて、うんうんうん、パーピンも1枚消えてて、はい、なんでその部分をほぐすためにマンズを残したいと思うんですよね。ではいずれスーピンスーピンとかを切っていく可能性がある、はい、まあ、マンズの形決まればパーピンパーピンっていくのが安全かな、うん、なるほど、はい、そうですね、スーピンは高宮に当たるか、ドラ重なりました。こちら堀です。4と1、ソーズパーソーから、はい、一応ウーソー引きも見てかな。キャンピンローピンシャンポンとカンウーソーのイーシャンテンにはなりました。いや高宮さん、まだテンパイ入らないのか、うん、絶対ですね、もらったと思ったでしょうけれども、まだテンパイが入りません。あ、もうこれで水原さんギブアップになりますね、おそらく、はい、ドラのリャンピンです。準備も深いですし、ドラを絶対切らないと思うんで、はい、うん、もうあとは運命に任せてと、流局してくれと願うんですね、はい、水原選手です。堀さん、これはローピン切るか、マンズの5667も生かしたいですよね。急走頼りにならないし、急走もありますよね。もうイーシャンテンを崩すけど、はい、うん、タンヤオで全部生かせるように。ただイーシャンテンを崩すと流局テンパイすら間に合わないかもしれない。さあどうする、一応イーシャンテンをキープしていくのか、それとも納得する上がりを目指して急走切るのか。水原との点差は1300、2600で変わります。大逆転トップが望めます。ローピン切るともうリャンピンとかローピンをもううっかり引いたり出ちゃった時があまりにも痛いんですよね。そうですね、リャンピン出た時にポンしたい、うん、ローピンだ。でも、はい、カウンソー引いたらテンパイ、そうですね、うん、ウッパーピンから引いてもテンパイか。高宮はいやまだまだか。水原さんはもう一応形上はイーシャンテンですけど、おそらくもう一機はないと思いますね。ですよね、もう、はい、トンも2枚目も来た、堀です、うん、スーチーマンウーパーピンのイーシャンテンです。
これでドーピングダメにならなかったらいいなっていうところですよね。そうですね、堀さんは、はい、さあこの超僅差の状況です。誰の願いが通じるんでしょうか。高宮にはまだテンパイが入らない。あの手からもう12巡経っている。追いつくか、まだだった、お互いの欲しい牌が結構かぶってるんですよね、うん、サブローマンやスーチーピンやスーチーマン、ウッパーピンも残り少ないな。いやね、ここまでもつれると思わなかったとみんな思うんですけど、はい、これテンパイ量もめちゃくちゃ大事なんですよ。そうなんです、はい、水原は流局脳天でトップ確保できますけれど、はい、2着から4着はね変わりますよ。テンパイ脳天でテンパイ取ってないと着順落ちちゃう可能性が非常に高いんで、はい、ご覧の僅差の状況です。テンパイと脳天、あ、来た、勝又リーチ、スーチーソースーチーソーは結構いるかも。3枚なんと、私よく数え間違えますが、スーソーチーマンと、あ、高宮さんもテンパった、テンパった、サブローマン、勝又の現物待ち。いやもうこのウーピンはもう明らかにテンパイ、勝又のリーチの現物待ち。高宮さん打ったら2着順ダウンするのがもう明らかなのに、はい、行きましたね。もうリャンピンもパーピンも通ってないウーピン行ったんですよ今。高宮にサブローワン待ち、文句なし、トップになるサブローワン待ちのテンパイです。これは誰が見てもテンパイ、はい、なんで堀さんももうこれはやばすぎる、テンパイ量では変わらんっていうのを覚悟したと思います。スーソー1枚、チーソー2枚、しっかり残ってる。勝又が5連勝決めるか、それとも高宮、サブローマン、ピンフドラ、赤8000点、大きすぎる闇点を決めるか。残り3巡を切りました。水原はどうにか流局してくれと願ってます。堀は追いつくのか。あー、チーソー、勝又の6敗。一旦急走からだけど、もう横移動しろって祈る感じですね、これはもう。なるほど。もうね、堀も勝又テンパイ宣言、高宮もほぼテンパイ宣言ですから、自分がテンパったところで着順変わらないんですよね。変わらないです。となると、どっちか補充し合って自分より一人でも下に来てくれって願う。あー、チーソー、チーソーか、上がったのは勝又健二、5200、1着タイヤを裏、5200はトップまでは届きません。上がって2着になるとこ見せてくれましたけれど、れ、ね、5連勝はならず。そして一方、3連勝にたどり着いたのが U-NEXT パイレーツ水原明菜です。いや、てか水原さん、このこういうめちゃめちゃ点数低いトップ多くないですか。なんかかもしれない。前回もね、3万点ちょっとみたいなトップでしたよね、はい、いやこれはその水原選手の他力で決まる可能性も十分考えながら、慎重に慎重に自分に展開が向くのを待つ打ち方ですよね。うん、冷静でしたね。はい、